皆さんこんにちは、年中無休の反抗期峯岸みなみと指原莉乃です。お邪魔します。ブン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 それは待って、ブンはヒカキンさんだしこの音程リズムは知らない、聞いてないし、え、私のチャンネルないブンブンブン。あ、それそうなの？やってない、初めて、あ、今日から、あ、今日からブン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 にする。まああのサッシーは1年半前ぐらい、去年の4月に私の、まあ、YouTube 始めたてほやほやの時にゲストで来てくれて、今でも私のチャンネル内で再生数1位を誇る人気の女となっております。あの時はありがとうございました。ありがとう。もうね、300万近い再生をされていて、嬉しいの。やっぱさっしーすごいなっていうのとか、あ、みーちゃんって実はこんな人だったんだねとかっていろんな反響をいただいていて、その時にいろいろ深い話もしたのよ。仕事とか、まあ、卒業とか、もうお互い環境も変わったじゃないですか。そう、私あの時絶対始めないと思ってたのに、もう YouTube やってるしね、めちゃくちゃやってるし、めちゃめちゃやってる、ブワーンって超えてったから、あんた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 、まあ、始めたらバズると思ってましたけれども、まあ改めてサッシーもね、チャンネル作ったということで、また来てよ、またやろうよみたいな感じで、そう、本当にスケジュール普通に取ってたんだよね。ね、そう、この日ねって言って、うん、言ってて集まりましたけれども、まあサッシー YouTube 始めてどうですか？え、下手全然なんか妙な緊張感があるんだけどこれいや普通に話そうとは言ってもさ、うん、YouTube 始めてやっぱ、うん、いろいろさ、私も環境変わったけど、それよりもやっぱ環境変わりすぎじゃない、うん、あ、確かに今卒業したもんね、 AKB もう言っていい、聞いていい、ちょっと待って、ちょっと待って、心の準備が、まあ、サッシーもずっと振ってくれようとしてた前のめりそうで、例の奉納の件については、そうだよ、なんかもともと自分から何か YouTube で発信するかっていうのをすごい迷ってて、うんうん、どうしたもんかなと思ってたんですけど、うん、まあなんか触れないのも変だし、うん、そうだね、タブーみたいなことになるのもちょっと違うかなと思って、報道があってからチャンネル登録者数とかもちょっと増えたりとか、うん、前のね、最新の動画が7万再生ぐらいだったのが、うん、もう20万を超えてきて、なんかすごい、関係ない動画でしょ？全然関係ないよ。え？じゃあ今これめっちゃ注目じゃん。だからもしかしたらすごい、峯岸は何を言うのかなって思われて、多分今この動画を見てくれてる人もたくさんいるんじゃないかなって。サービスでおっぱい出しとこうかな。やばいやばい。1年半前は乳首だったけど、今回全部出してくれるね。初めて見に来た人が、あ、峯岸の友達は10日なんだなって思うからやめてくれる。恥ずかしいね。恥ずかしいことだよ、それは。まあ、でもじゃあ聞きたいよ、正直。でもなんか、うん、びっくりした。びっくりしたってかと。もちろん、ね、あの話はね、うん、恋バナの一連で ね、お話は聞いてたけど、ああいう風に取り上げられて、文春っていう文化に久しぶりに触れて、あのびっくりしました。その話もね、そっち、私は正直交際動向より文春に、うん、文春との向き合い方について聞きたい。それはそんなにないんだけど、突撃さ、もううちら10年ぐらいされてないわけじゃん。そうだね、私10年ぶりぐらいの突撃、10年ぶりの突撃、10年ぶり2度目。あ、これが世に出て、その皆さんどんな反応されるんだろうなっていう不安もあって、うんうん、でもこう出てみたら概ねそのまあ、温かく見守ってくれるようなコメントが多くて、すごくありがたいなと思ったし、中にはやっぱり複雑な気持ちに、ね、なって、ね、急なあの報道だったからびっくりさせちゃって申し訳ないなと思いつつも、でもそうだな、お互い その今までの活動を覆しちゃうようなというか、あ、なんか変わったなって思われちゃうような関係はちょっとしたくないなっていうのはすごい頭の中にあって、うんうん、私も私でそういうことがあったからなんか面白くなくなったなとか、うんうんうん、丸くなったなって思われるのも悔しいし、今まで通りじゃなくなったって思われるのが多分お互いのファンの方にとってすごく寂しいことだと思うので、じゃあ変わらずガチャピンも継続、変わらずもちろん全身タイツバリバリやりますからよかったって思ってる人もいるかもね、はい、いるかな、いるかもね、安心してください、うん、まあでもね、そのモチベーションだけでもね、うんうん、伝えて何も変わらないよっていうことをね、うん、お伝えさせていただきたいなというのと、でもやっぱ、うん、あの、まあ、悲しむ人はね、そんないるのは当然じゃん、うん、でもやっぱその人の気持ちも否定したくないし、でもみーちゃんのさ、この人生も全く否定できないからさ、あのなるべくだから今後その動画とかで、うん、
その話に触れたりとかっていうのは考えてなくて、うんうん、まあ、まずは自分の口から、本当にこれからも変わらず、頑張らせていただきますので温かく見守ってくださいっていうことだけお伝えできたらなと思います。ちゃんとこうやって口にねしてるのがもう偉いと思うよ。いやいや、よかったねタイミング。そう、本当にたまたまだけど私も嬉しいけど、サッシーが来てくれたから、うん、ちょっとありがたいかったですね。結構さ、1年半前はサッシーになんか教えを請うじゃないけど、うん、どうやって生きていったらいいんだ、うんうん、で、サッシーがポイントをはめていく話してたじゃん、うんうんうん、で、私も結構1年半なんかいろんなラッキーも重なってテレビに出れるようになって本当にありがたい。あの時、そう、サッシーと前回コラボした時にはまだその女子メンタルもまだだったよね、うんうん、それで私これからどうしようっていう時に正直いつ誘っても遊んでくれるみたいな、割とそう、本当だよね、うん、いつでもいいよみたいな、うん、なんだけど私がじゃ最近この日はこの日はこの YouTube とかもどうどうって、うん、でこの日ランチしないとか誘ってもごめんちょっとその日忙しい、うん、めちゃめちゃ増えて、あの時とは本当に環境変わったよね。でサッシーの番組に出させてもらったりとかロケ行かせてもらったりとか、サッシーとこんなに仕事を一緒にできるって思ってなかったからすっごい嬉しいし、うん、嬉しいね。なんかバラエティのアンケートで困ったらちょっとサッシー家行っていいって言って一緒にアンケートの内容考えてくれたりとか、なんか講師ともにすごくね、うん、仲良くしてもらってて、まあ今に至るわけなんですけれども、うん、もうちょっと成長するにはどうしたらいいかっていう話なのよ。うん、なんか素直なみーちゃんを見れる機会は増えたのかなと思う。なんかその出す結構さ計算して頭いい感じの性格悪い人になりきる瞬間が多すぎる。こんなに頭悪いのになんでこれのセッティングもずっと時間かかってカメラつかないんですって言ったら、あの電池はもちろん入ってるよねって言われて、あ、電池入れるのかってなってね、そこから始まった。こんなに何もできないのにそんな人がなんかテレビでなんか打算的な10代のイメージのまんまなんだよね、みーちゃんの。だけどみーちゃんの頭も10代から成長してないんだよね。あ、本当だね。あ、多分そう、昔の10代にしてはめっちゃ高かったんだよ。10代にしてはキレてたんだよね。キレも、キレキレやんちょっとやっで10代にしてはキレキレじゃんって思ってて、すごいみーちゃんキレキレだって思ってたらみーちゃんの年齢ここが伸びなくなって止まっちゃった。成長してない。確かに、うん、で、なんかナチュラルで、あ、この子ピュアで自然体なんだなっていうのが見える番組が増えてきてる気がする。あ、そうかも。なんか、うん、バーサス的な感じで誰かに文句を言わなきゃいけない役回りを一通りやったけど、そっからなんかナチュラルでいいですよ、自然でいいですよっていうのが増えてきて今すごいホッとしてるし、多分バーサスも多分やったら上手いから、うん、器用にこなせちゃうからこそ、なんかちょっといつもの性格のイメージと違うみーちゃんというか。端的に言うと何が足りないと思う？端的に言うと、はい、緊張する。この世に女の子が多すぎる。私みーちゃんは悪くない。女の子の多さ、女の子のタレントが多すぎて、あ、まあ、この番組だったらこの子かなとか特性があるからさ、 その何か選ばれる特性、番組に合う感じ、ちょっと真面目な要素も必要なんだったらこじるり使うじゃん。そう、ね、だって政治系のさレポーターとか絶対うちらできないじゃん。いや私できない、うん、私もできないこの人がいいやんっていうのがもう常にあるからさ、その何かを身につけてそこに入れるようにしてもらう。うわー、まあいいね、なんかもう永遠だね。そうね、もう一生は。あなた単独で MC してる今？一応形式上あの01がそうかな、お昼。あ、そうじゃん、うん、楽しい？あー楽しい、みんなで仲良しで楽しいねっていう感じ。パタから見た時に自分と自分の好きな人たちとワイワイできる番組を持ってるって、うんうんうん、そう言われとるやん完全に。売れとるやん。いやいや、じゃないじゃない、完全に。いや誰それ完全に売れてるな。でもそれは全然まだ、うん、あのなんていうの、私主体っていうか、なんかよく分かんないままやってる。楽しいねって、みんなで仲良しで楽しいねって感じ。いや、あのさロケとかはさサッシーが指名してくれてるの。してるわけない。そんな力ないよ、ごめん。してそれさよく言われるの。でもどっちも嬉しいけどね、してくれても嬉しいし、その場合してなかったとしても、まあ誰かが決めてくれてるから嬉しいし、なんかさイコラムのこと
かのさ、うん、がさ出るとさ私が選んでるみたいに言われるじゃん。あ、そんな力ないから当然峯岸入れてあげてくれませんかって言ってない。いやなんか才蔵とかニュースになってなんか指原はなんか自分のロケをしない代わりに峯岸を入れてあげてるらしい。そんなわけないじゃん。ありがとうございます。そんなわけないだとしたらコンクラとか入れるでしょ。もっとなんかさちゃんとさちゃんとバラエティっぽい指原とかっこ峯岸もって入れてーやーって比べてみました。スタジオで見てくれてるとなんかあの足りない部分をすごいフォローしてくれてるのが分かるし、努力が伝わるからね。そうそうそう、めっちゃありがたいし、とにかく一緒に仕事できるのはめっちゃ嬉しい。そう言ってもらえるとめっちゃ嬉しい。であのサッシーが送ってきてくれたあれぶらりと中下車からあ01の流れがその時の放送分で史上最高だったの、うん、それがみーちゃんのぶらりと中下車からの流れでそのみーちゃんの方が高視聴率だったからそのまま流れて01に。分かんないけどね、もう本当偶然だと思うんだけど、視聴率のねあのテレビ局に貼ってる紙の写真をなんかサッシーが撮ってくれたっていうのも嬉しくて、なんだよ出しますからここにあそうそうそう、これがねこちらが記念すべき瞬間です。そうそうそう、嬉しかった。なんかもう本当にずっと私はサッシーになんかこう抜かれてとかいろいろそういうなんてがんじがらめになってた時期が本当にあったからこそなんか全く違うスタイルというか、ガチャピンとかやらないでしょ多分今後。やらないで別に。やらないで絶対やらないでほしい。頼まないでしょ。入ってこないでガチャピン界隈。私割と結構足長いと思う。足長ガチャピン自慢自慢足長ガチャピン足長いと面白くないかもしれない。なんでクロードなの。足長いのはちょっと面白くないかなって。だからそこは引いてもらって。その界隈には。その界隈でも嬉しい本当にあの番組でこうやって一緒になる機会もめっちゃ増えたし、うん、そのみーちゃんがテレビに出てるのも当たり前になってるのがですごい、むしろ私よりもスケジュール忙しいぐらいのさ。うん、そういう風に、まあ、ただって1年半前考えられてたし、だけどさ、本当にいつも暇そう。ね、本当に暇、本当に暇だったから、うん、しかも特に禁酒もしてたしね、コロナ あったしね、なんかすごい嬉しい。共通言語も増えたなって思うし、多分あの当時だったらさっしーもそのテレビの話とかもしづらいとも思ってないだろうけ ど、まあ自然にしないから、よりなんか仕事の話も前よりするようになったしね、うん、なんか会う回数も増えたしね。増えたね、ただバラエティずっと見るだけとかね。さっしーは私を導く存在として、うん、言ってくれてるけど、うん、たまには私が最後に悩みを解決してあげる、うん、私の悩みいつも悪いから。明日の朝何食べようかな。ねえ待ってやだしょうもないいや私悩みないんだもん。なんでみーちゃんいつもその悩みにまみれてるのかもしれない、私あんま悩みないんだよね本当に。その明るいキャラでいこうとしてるとかでもなく、あーでも LINE の返事ためててもうめんどくさくてどうしよう。ちょっこれ全部言っていいよ。誰々さん、なんとかです。あ、ちょっと、うん、助かる。ミーケイコラブプロデューサー、はい、イコラブの映像 P、 映像 P ね。あ、了解です。じゃあ今ボイスメモ送った方がないのか、悔しいわ。ない、ほんとに LINE 止めてる。あとね、人付き合いが下手、根本的に。それはどうしたらいい。人付き合い、うん、なんかあの新しい場所に、あでももうなんか気づいたらみーちゃんもそうなっちゃったもんね。私いかないね。なんかてかなんて言うんだろう、前までさみーちゃんのことすごいコミュ強だと思ってたの。違くない。違う、本当に真逆だと思ってた。私一切行かないね。行かない、絶対行かない、ね、人のそれはいいとか悪いとかじゃなくて、うん、家から出ないってスタイルだったから、うん、みーちゃんが羨ましかったの。ずっとすごくコミュニケーション強くて、うん、もう羨ましいってずっと思ってたの、うん、なんだけどなんか大人になってって見たら、なんか現場とかでも地獄のように暗い顔してるらしいし。え、なんで知ってんの。若月さんから聞いた。あ、そうなの。フワちゃんからも言われた。あ、フワちゃんが、フワちゃんがなんか喋りかけたんだってみーちゃんに。え、みーちゃん喋りかけてくれたのかな。そしたらこうでこうでこうでって話そうとしたらなんか多分緊張しててよく分かんない返事が返ってきたって言って、噛み合わなくなって緊張しすぎてなんか言わなくていいこととかを焦って喋って、なんかそういう話をいろんな現場で聞くから、うん、なんか全然コミュニケーションも多分大人になってさ久しぶりにバラエティの現場バーって行くようになって緊張して取れなくなってる。本当に
いろんな人に言われる、うん、もう地獄みたいな顔してると本当に面と向かっても言われた、うん、クッキーさんとかに。いやだから多分本当はそうなんだなと、なんか私も知らなかった、うん、なんかそれで悪かったのはやっぱりお酒を飲んで、うん、テンション上げたりちょっと何、うん、大きくなっちゃって気持ちが、うん、それでなんかその場にいる人とは仲良くしてる、なんかつけ焼き場コミュ力みたいな。ちなみにさ今これ大きくなっちゃってって言ったら、これカス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 じゃない、ピンクの人たち違う、でしょ違う、カス若林さんやってどうやってやってんの、若林さんなんだろうね、こうじゃない、なんかぺこぱからのオードリーさん誰がこれに惹かれて押すんだよオードリーさんのファンの人も気づかない多分あちこちオードリー、あちこちオードリーね、そんな感じですかね、うん、また楽しかった、来てください、また今回はね、こんなタイミングでこんなタイミングでちょっとねこんな、ね、状況の中で乗り込む感じになっちゃいましたけど、いやでも私の口からあの言う時にすごい緊張もあったりとかしたけど、サッシーが横にいてくれたので、あの伝えたいことはお伝えできたかなと思います、うん、今後とも温かく見守っていただけたら嬉しいです。お邪魔しました、ありがとうサッシー。あ、じゃあ私の方のチャンネルもお願いします。あ、そうだね、サッシーの方にも行きますのでぜひ見に行ってください。バイバーイ。匂わせしてたらしいですね髪の毛とかオレンジにしてしてるんですよね。いや、あるでしょそういう時期の髪色髪色、私もオレンジによくします、しますよね全く関係ありません。ありがとうございます、はい。